い、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。ロストジャッジメント続きからやっていきましょう。今回チャプター11からになります。コメント欄ではアンケートを、開催中ですので、よかったらアンケート参加してください。今回のアンケートは今のところ気になってる今作からの登場人物はっていうことにしてるんですけども、気に入ってるにさっきしたらばして澤先生を入れたら圧倒的にね、澤先生が多すぎたので、拮抗してほしかったのに、気になるキャラはっていうことにしました。で、今のところね、意外と拮抗してるかもしれない。渡辺刑事はちょっと、まあなかなか上の圧力でね、まあ、正義感は強そうだけど、どうやって動いてくれるのか。でも人間臭くていいキャラだなと思っています。クワナ、そう、まあまだ分かってない、ここからどうやって動いていくのかっていうことなので、で、まあ相馬については RK リーダーだけど、まだまだ語られてないところがたくさんあるので、この辺はどうなるかな。もしかしたらアーカイブでこのアンケート結果が表示されてないかもしれないんですけど、また配信の終了時にね、ちょっと触れたいなと思います。ではやっていきましょう。前回楠本玲子のところに何やら盗聴されて公安の手が伸びてきたと。で、チャプター11潜入捜査、本編やっていきましょう。まあ、前回の枠ではユースドラマをやっていったんですけども、今回はメインストーリーの枠になりますので、よかったらね、ゆっくりしていってください。ではやっていきましょう。桑名と八神に忍び寄る影、日本最大の情報機関である公安の狙いは、厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前、桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。チャプター11潜入捜査。さすがつくも、よく突き止めたな。楠本充の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。で、たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本充はそこで眠り続けてんだな。ええ、楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。八神氏たちが彼女と直接会いたいのなら、そこへ行くのがベストでしょう。しかしよ、八神、お前マジで楠本玲子に自首させんのか。なあ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら、日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから、他の誰かがツケを払わされんだ、澤先生みたいにな。うん、そうだよ。それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば、公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は澤先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに、僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね、楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから、僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。
後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ俺は何をすりゃいいんだ、八神。お前は RK に昔の知り合いとかいない？そうまた阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺にできねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構ヤバい相手だぞ。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。プロの元ヤクザ。なんだそれ。あの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。シャルル閑散としてるからね。八神氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも。また杉浦借りちゃって何を今さら、水臭いですぞ。ではこれにて。そう、東はいいやつ。東あんまり今回ね活躍してないけど、東都大病院に向かおう。まずはそこで楠本玲子に実習を進めるんだ。そう。でも桑名は、楠本玲子はすごくね、できる人だから、楠本玲子をこの表の世界から消してはいけないってね。まあ、自首なんかさせるべきではないって、上に立つべき人だっていうふうに言ったみたいです。ヒロイン東東は海藤さん大好きでしょうがないからね。しかも今作一番暇人なんじゃないですかシャルルにお客さん入ってるの一回も見たことないよ。あ、ちょっとお金稼ぎました。さっきトレコ、あ、杉浦じゃない？運転手。iPad で。北方先生をしてます。声を上げないでください。あなたのスマホは公安に盗聴されています。考えたね。そっか、盗聴されてるかもしれない。何を。大丈夫、降りるときに返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。これもつくもグッズかね。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは。俺らは探偵で、北方先生とも話をしています。ミツル君のことや、それから5年前河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そうなら、ご用は何です？真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。やっぱり認めないか。先日北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今桑名と名乗り、偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。この反応はあまり驚いてないのかな。それとももう心当たりがあるってことかも。結果から言うと、名刺もらってた。あなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手は GPS で逆探知までされます。携帯の逆探知には
どうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況が分かりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。ミツル君の身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると、一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。適応だよ。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。全てのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとってはあなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。え？大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明宏の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレがカムロ町で河合信也の消息を探ってました。その結果奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。会ったばかりの俺に秘密を言うわけないな。こっちもまだそれを引き出せる証拠がない。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら、儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安はやがて楠本満と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。
彼女はミツル君の元同級生で江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した御子柴の教育実習まで担当してたんです。まもなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が御子柴殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。そうだよね。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。沢先生の名前を出してからこの人も動揺している。今しか聞き出せないことがあるかもな。公安の接触について、殺害についてはちょっともうちょっとしてから聞くか。公安は接触してきたか、まずこっちから聞くか。ミツル君、息子さんは今どういう状況なんですか？いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。じゃあ次行くか。公安からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。心当たりはあります。なんていう人ですか？そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか？連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。え？それをもっと利益が出るようリスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの？ここで年金問題出てくるなんてね。もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ、国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。え、嘘でしょ？ちょっと置いてかないでよ八神さん。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたって、それこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと？ああ、
しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆って。もうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか。かもしれませんね。マジか、ここで年金問題ぶっ込んでくるとは思わなかったわ。大きな話になってきたね。思ってた、なんかいじめの話とはさ、全く違う方向性になって、ここは想像できる人いないんじゃないかな。河合信也のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか。北方先生と話したなら、あなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。ミツルが受けた仕打ちを。ええ。河合はともかく、他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず、気の毒そうな顔してミツルの病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば、彼らはミツルに目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。悔しいね。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているなら、これ以上私に何を聞くんです。楠本玲子さんの気持ちを考えると、いじめ加害者たちに思うさ、憎しみっていうのは計り知れないな。わかりました。改めて言いますが、俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう降ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか。あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上、捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら、知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと。ええ、その時は多分絶対表に出ない場所で、誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ、公安に逆らえなくなる。そうですね。きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も厚労省の腐敗を立て直せなくなります。そうですか。でもそれが何なんです。え、あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか。でも私が殺したのは本当に人だったの。河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたはミツルが何をされたかビデオを見たんでしょ。北方先生のことを私はずっと憎んでいました。ミツルへのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。ミツルのために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は
河合が神室町で働いていると聞かされ見に行った。河合は満の飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。最低だな。やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこと、もちろんずっと前から分かってたけど、私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。ミツルをいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらいだから、私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの。桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか。これは沢さん、あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前、誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったら、これで俺たちにも連絡くれますか。こっちの話は以上です。言葉がなくなるね。車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああ、だからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。今日どこまでやりますかっていう質問が あったのちょっと見えなかったんですけど、いつもなんかどれくらいのチャプターのボリュームがあるかっていうのがわからないから、その辺は未定です。よろしくお願いします。誰だ、ただ本当に夢の話は難しいな。沢さんの予定は直接さ、まあ桑名とかが手を下したとかでもないし、だけどさ、もし桑名がああいう風にいじめ加害者として殺し回るっていう、そういうことをしていなければ最後桑さんが殺されることはなかったし、桑さんがあんな最後を迎えることはなかったし。だが時間食っちゃったよ。直接的には関わりがないように見えても、完全にそこは関わってるからね。しかもさ、みつるくんのことずっと気にかけてたのは沢さんなんだよね。これは辛いな。楠本玲子も辛いだろうな、これは。うっ、なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。テスト。ほんの 2,3 日だったろ、桑名は。
そりゃなんつうかお前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。ふん。何か電話じゃ済まねえ話か。楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと？相手は何て言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ。きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだミツルの飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合は神室町から姿を消しただけで、警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんねえ。どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。うん、いや、河合の死体は桑名が隠し持ってる。確か間宮ゆいがそう言ってた。なんか冷凍してるって言ってたよね。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて、お前そんなことで本当に弁護士だったのか。今神室町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。ん？なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話をあんたは録音してたのか。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。
ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第二第三の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ、桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。はい、そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。もうこれは平行線だな。分かり合うことは今はできない。99階に戻って休むとするか。いやー辛くなるな。いや、沢先生が偽の証言をしたことも前から言ってたしさ。この前江原に接見に行った時にこの通話を聞かされたとかっていう話も聞いてたけど、帰れるの？例えばこれはいじめにフューチャーしてるけど、いじめじゃなくても全て、例えばその罪を犯した人間は相手をすごく苦しめて、自殺に追い込んだ人間しか殺してないのかわからないけど、間接的にいじめじゃなくても、まあ、何かを気に病んで殺し、まあ、死んでしまった、自殺してしまった人たちの何か原因になりうる人たちに、例えば殺人していいのか、全てさ死んだ人の何か敵を取るためだったら人を殺していいのかっていう話になってくるよね。いや、なんか法律がどうにかなればこれはそれは本当に一番いいんだけど、まあ、今だったらさ、まあ、生きたまま社会的制裁を加えることもできる。でも社会的制裁をまあ与えてももう生きていること自体が許せないっていうさ、そういう人もいるから、そこは難しいっちゃ難しいけどな。でもそれは個人がすべきことではやっぱりなくて、連続殺人が許されていいっていうことにはならないと私は思うね。気持ちは分からんでもない。なんか苦しいのは分かるんだけどね。お帰りなさいませ。乱歩は難しいことは分からない。でも早くご飯が食べたいです。本当にさ、なんかね、なんかいろんな人の立場になると辛いよね。言葉がない。なんて言ってみようもないなと思うけど、例えばでも一個間違いを起こすことってみんなあると思うんだけど、それがさいじめで、しかもさ 何があんだけ殺敵を取る気持ちにかきたてたかって言ったら、実際のあの映像を見せた桑名の気持ち、まあ、どうなのかな。あれ見せるべきなのとは思うけどね。あの本人がさ知るべき事実ではあると思うけど、でもわざわざ数年経ってもう楠本玲子さんの中ではちょっとまあどうにかさ消化しよう、まあ辛いけどまあなんか許そうだとかさ、そんなこと思ってたかもしれないじゃん。いろいろ思ってた頃あんな映像を見せれたらさ、その当時だったらわかるけど、数年経ってからあんな映像見せられてたらね、もう止めれないのかなとは思うわ。あ、お金増えた。あの配信前にちょっとお金稼ぎしてた。そう、ボクシング部ですごい散財しちゃったから。あれ、あ、寝るのね。
他のね犯罪でも正しく裁かれてるかどうかわからないことたくさんあるからね。いやなんかこのいじめだけの問題にもうとどまらないと思う。これは法律がちゃんと機能してるのかとかっていうところになって。もしもし、白崎です。矢上さん、今日も横浜ですか？ああ、もしかして江原の裁判の件？ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、矢上さんも同席できますか？おお、分かった。もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。あ、ごめんね、コントローラーを滑らせてしまった。裁判所にはタクシーで行くか。でもこんな大きな事件に関わってたら、もう沙織さんもそうだけど矢上だって命危ないんじゃないかっていうレベルだよね。まあ源田先生がさ、もうとまあここまで分かってない時点でも止めるのは分かる。じゃあ裁判所に行きますか。桑名のやり方だと結局いじめを防ぐことはできない。なくすことはできない。つまり間宮ゆいは痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。検事だ、タカ。被告人が痴漢した動機を説明するには御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ？矢上先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野検事、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。ふん。源田先生、沙織さんのキャリアを心配してたけど、自分が若い頃は検察に喧嘩売りまくってたんだな。そうだね、熱血弁護士だな。源田先生らしい。源田事務所の弁護士魂はいつの間にか沙織さんが受け継いでいたらしい。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより
検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと？あ、失礼、遅くなりました。この前楠本さんのところに来た人だ。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですが、そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください、その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。わ、議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけこれ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。マジで悪人面だよね。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明弘の控訴において我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ、次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです弁護人、あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？イハルの控訴について俺は今どう考えてる、どう答える。無実を証明してみせる。イハルの有罪判決は間違っていた。三越葉殺しを償わせるべきだ。まあこれは、ここはまだでしょ。まず無実を証明してみせるか、有罪判決は間違っていた。私は有罪判決が間違っていたっていうふうに言いたいけどね。でもこっちの姿勢を検事に伝えてやろうでしょ。江原の無実を証明してみせるよ。あいつが痴漢じゃないって証拠が出てきたんだ。だからそれが例の殺人動画なんだろ。ネットの意見を鵜呑みにする一般人と何も変わらない。あの動画がフェイクじゃないという証拠は、この先の未来では映像一つで判決が次々にひっくり返されることになるな。ええ、八神さん、確かにこれは検事の言う通りかもしれません。マミヤのあれでもダメなの？そう、今江原さんが痴漢でないことを示す証拠は殺人動画だけです。それだけで無実を証明できたとは言えません。いや、そっか。じゃあ、マミヤたちなんだって言うんだ。どうせないの。ってことは償わせるとか有罪判決は間違っていた。どっちもだって無罪を証明してるもん、してみせるもん無理ってことは、っていうことはこれも同時に無理っていうことになるよね。有罪判決を間違っていた。江原にはきっちり三越葉殺しの罪を償わせるべきだ。人殺しが罪を逃れることを俺は見過ごせない。いや、いや、それを審理するために痴漢事件を控訴するのか。だとしたらとんだお門違いだ。八神さん、確かにおっしゃりたいことはわかるんですが、三越葉殺しはあくまでも痴漢事件とは別件です。え？あれ？そう、ここは
痴漢事件の控訴について話し合う場なので。ああ、なるほどね。証拠はないけど。じゃあ、なんだって言うんだ。証拠はないけど、じゃあ無実は証明できないんだけど、有罪判決はとりあえず間違ってたよっていうことだけを言うってことなんだ。江原の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は防犯映像でも残っていたか。いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。何だと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。江原の誓いを証拠付けてきた防犯映像には大きな穴があったはずだ。それはまずそもそも、もう言ったらこの痴漢っていうこと自体が存在しなかったっていうことだもんね。だから無罪とか有罪というよりか、まずは痴漢というものが、江原が起こした痴漢事件っていうものが起きてなかったっていうことなんだよね。実際だってお尻も触ってないわけだし。穴がある。それを示すのはこれだね。カメラが映らないところがあった。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか、高野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。なら疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっとも、おそらく城崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうかね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし
江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。殺人動画だけで有罪判決をひっくり返せない。そもそも法廷に出すことはできないってこと。そりゃそうだよね。さて坂東さんは 何を考えているんだ。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ、公安の。その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど。話が早くていいですね、八神先生。この局面に現れる公安の人間が楠本玲子の件と無関係なわけがない。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか。桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか。もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ。そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか。おっしゃってる意味が分かりません。間違いない。この男が RK を動かしてる。少なくとも相馬に指示を出してる連中の一味だ。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな。なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒ごとは半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？やつをかばう理由があるのか。わかってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通ちょうだ。これ以上犠牲者が出ないってことは、このままだとこれ以上犠牲者が出るってことだよね。さてこっからどう動くも動いたもんかな。敵は桑名を探してる。こっちはどうする？懐かしのこんばんワイフ。
でもな、もう思ったんだけどさ、まず沢先生にアイスピックを向けてるとき、相馬から電話かかってくるときさ、スクショしとけばよかったね、普通に。だってカメラだったんだもん。あんなの録画しとけばよかったよね。もうよくもまああんな風に晒してきたわ。それもバッグに公安がついてるから、何でも証拠はもしかしたらね、握りつぶされちゃうのかもしんないけど。RK 監視されてんのかな。コアラと合流すると思われてる。 RK か、これ見よがしに監視してやがる。公安から俺への圧力ってことかな。こっからクワナに会おうとかっていうことはなかなか難しいね。八神さん、さっきは大丈夫でしたか。警察庁のあの坂東という人、もしかしてRK のバッグについている一味ということでしょうか。ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば、星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。うん。星野くん、RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ。どうやらあの阿久津って幹部が、カムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が RK のナンバー2ですよね。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ。八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか、今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野くんはどっからそんな情報を取ってくんだ。うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。なるほどね。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。お、っていうことは、ね、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ。そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。カムロ町ナンバーワン、サオリが来る。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。もうやる気満々や。むしろ望むところです。ああ、サオリさんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそー、僕はまた沙織さんの変身が見たい。心の声が、こんな自分を抑えきれない。漏れてるよ、星野くん。どこかはっきり RK の系列ってわかる店はあるの。立ち上がったんや。ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あったあった。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな。そうですね、もともと雇われ店長だったんですが、今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。銀座先生、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな。怒られた。沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。ん？
先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。お、この前のやつ使ってくれるの？今回はそれでいこうと思います。やった。あ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。やべ、なんか地雷踏みかけてるか俺。ここは彼女たちのセンスに任せるべきか。ちょっと前回ね、コーディネートさせてもらいましたから、沙織さんをしっかりめちゃくちゃ、もうどの角度からもうカメラアングル来てももうエロくなっている。あ、でももう一回やり直す。少し手を加えるっていうのもあるの？少し手を加える。ワンちゃん見てみる？わかった。じゃあ一応マリネートやったメイクを見せてもらって、ね、直すとこがあったらちょっとだけ直していい？いえ、直すところはありません。私たちは最善を尽くしましたから、ご意見は無用かと。まあでもほらね。あ、そうなんだ。じゃあもうダメってことなのか。じゃあやり直すよって一応聞いてみる？悪いけどやっぱり俺がメイクをやり直す。相手は RK とその裏にいる公安だ。俺も遊び半分で言ってるわけじゃない。本気なんですね。マジっすか、八神さん。こんな沙織さんに逆らうなんて正気じゃないですって。八神、みんなビビってる。よく言い切ったな。俺はお前を尊敬するぜ。わかりました。八神さんの本気が伝わってきましたから。あ、私の気迫負けですね。この選択肢にすれば。ありがとう。では参りましょう。やることができる。言ったからにはバッチリ頼みますよ。もう一からやんなきゃいけないんでしょ。この前すごく可愛い、ほら見てください。あ、これで手直しできるね。この前はこんな感じでちょっと RK のね人たちにナンパされるような服装にしてたんだけど、まあ、キャバクラか。服装ちょっとキャバドレスで、なんかいいドレス、前にこのドレスは着たことがあるんだけど、どの角度からもね、これのねチャイナドレスの良かったところは、どの角度からこうカメラアングルから見てもめちゃめちゃ撮れ高しかなかった、うん、っていうところで、ね、この辺地味だから良さがね、良さをどんどん出していきたいわけですよ。あー、これはちょっと見た目的に女の子が好きそうなドレスだけどね。あ、これもいいかもしれない。この辺もいいかもね。ちょっとランジェリっぽさ半端ないけどね。ちょっと色気ムンムンで行くのはありかも。でこの辺だと美しい、なんかなんていうのかな、綺麗でヌーリーで可愛い、可愛いというか上品なんだけど、やっぱり、あ、お尻のラインがね、はいはい、いいね。なんだけどやっぱりですね、いろんなところが見たいんです。なので、増やしてんでしょ、しかも。だからちょっとセクシーにちょっと行くか。ドレスがそんな高級なことないでしょ、多分。あ、でもこれもいいけどね。やっぱこれじゃない？ねえ、見たことない沙織さんが見てみたい。ちょっと薄めで行こうの。ああ、肌の色とアクセントでしょ。あ、でもこれでもいいかもしんない。じゃドレスを、ドレスっていうとちょっとランジェリっぽい服装で行ってもろて、で戻る、戻るというか、これいいんじゃない、うん、まあ店のレベルに合わせないとね、浮いていっちゃうから、うん、沙織さんのプロデュースする時だけ、ゆうなさんの、ゆうなさんちゃんがゆうなおじさんになるっつって。いや、その時だけかどうかわかんないけど、ゆうなおじさんはちょいちょい出てくる。気をつけて。そうだな、アクセサリーをもしだったらちょっと変えてもいいかもな。うわ、エンド、あー、ゴールドに変えてもいいかもしれないな。ゴールドにチェンジするか。でもゴテゴテするな。ゴールドとシルバーを、ちょっとピンクゴールドなのかな、これ。シルバーなの、ピンクゴールドなのかな。
チェンジして。じゃあ行きますか。やっぱ違う服装では見たいでしょう。前回は街を歩いただけだったから、メイクが仕上がるまでまだ少し時間があるな。何が起きても大丈夫なように俺も準備しとくか。あ、ドリンクとか買い出し行けってこと？在庫大丈夫だったかな。買い出しドリンクとかあったかな。ちょっと買っとく。でもなんか全部買い出ししてるかもな。大丈夫かも。さっき買ったと思うわ。もう準備できてるよ。使ってないもんね。戦闘入ってないもんね。ちょっと待って、一回確認するわ。多分、大丈夫だと思う。そうだね、戦闘入ってない。大丈夫。これくらいで、これくらいあれば大丈夫か。悔しいですけど、結果的には八神さんにお願いして悪くなかったかなと。ありがとうございました。ならよかった。想像以上にバッチリ決まってるよ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュ。もう防ぎやん。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといて。星野くんが言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ姉さん。なんかランジェリー感半端ないね。これクイーンルージュに行きましょう。前にも一度潜入したお店です。うまくやります。いや待って、ピンクにしたことでムーディーさが増してやばいことになってる。気をつけて。なんかね、肌のツヤ感とかがすごいんだよね、この PS5 になってると。どこ行くの沙織さん。どこ行くの沙織さん。うおー、見て、これステップステップ、ここもちょっと待って。沙織さんね、前もそうだったんだけどね、ちょっと衣装が張り付いてんだよね。ここでカメラ撮りたいんだけど、カメラが使えないんだよな。写真撮りたいな。やっぱエッチなことができちゃうからね、カメラ使わせてくれなくなってね。キャッチアイズの時はできたけどね。じゃあ行きますか、キャバクラに。服とかさ、上着なんか羽織るとかないのかな。どう考えても怪しくない。あ、やばいやばい、布の面積が少ない少ない。じゃあ出勤しますか。いやいやいや、ちょっと待て。女王の館じゃないよ。風俗やないかい。ねえ、肌のね、ツヤ感とかがすごいんだよね。ムービーに入ったらまたね、よく見てもらえたらなと思う。よし、ちょっとね、店ね、間違いがちだから、もう出勤ね、潜入捜査行きたいと思います。で、ファッションヘルス、クレヨン。あ、今日は休みなのかな？なんかシャッターが半分閉まってた。あー、そっか、ここじゃなかった。間違った。あれか、格安店だったっけ？ぶっ飛び格安ソープランド、もてあましパラダイス、新感覚ヘルス、年間の経緯。ここもなんか今やってないみたいね。なんか入れなくなっちゃってる。このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて、本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢、再びですね。あ、
その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン。うまく阿久津のところに行けることになったら、それで連絡を取り合おう。何かヤバい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。懐かしいね。うお、待って、見えてる。ちょっと待って、見えちゃった。黒い。ああ、沙織さん。懐かしい、店長。本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。いや、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど、目的は RK 幹部阿久津の居場所を、居所をつかむこと。店のナンバーワンになるのは恩のついでです。だから本気で楽しんじゃダメですよ。綺麗に着飾ってても今は仕事なんです。可愛い。阿久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。あ、もうボーナスもらう気満々じゃないの。でもきっと沙織さんならいけると思う。その意気だよ。聞こえる？沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？なあ、阿久津に会えるようになったら全員で書かれるようにね。それまで頼んだ。いいですか？今から私は店のナンバーワンです。接客の鉄則は相手を褒めること。やるんです、沙織。もしついた客が実の父親でもふにゃふにゃになるまで褒め倒すんです。マジかよ。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん？なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。新人いびりきた。あんた今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。な、何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。あ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの、店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。汚いな。
ああ、女同士のプライドをかけた戦い、私こういうの好きかも。燃えてる、沙織さんめっちゃ燃えてる。これは今夜のナンバーワンは絶対ずれない。どうもメグです。いらっしゃい、クニコです。クニコです。クニコってそんな源氏名ある？はじめまして、沙織です。え、おお、沙織ちゃんね。星野くん、どうぞどうぞ、座って座って。いや、綺麗ですね。本当にこのお店最高。やば。どうも、はじめまして。どういうことですか、これは。まさか矢上さんからの助っ人というのはこれ。やばい、星野くんの目が。格安店だからちょっと遊びに行っちゃおうかなとかって言ってたもんね、源田先生が。僕もとかって言って、全然助っ人になってない、むしろ逆効果。これはやりづらい。親でもとか言ってたの、これフラグだったんだ。でもな、俺の発する意義ありは、あ、それはもう賢治たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へー、司法試験？ちょっと待ってよ、嘘でしょ？君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ、中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。星野くん、漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんて、そんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え？あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、厳しい。お客さんに向かって何言ってんの？しまった。あんまり星野くんがアホなこと言うからつい突っ込んじゃいました。実は星野くんってあんな感じのキャラだったんだね。酔うとさ、素が出るからいつも謙虚な感じだからね。まさかあんな自慢すると思わなかった。そうですよね、つまんない自慢なんかして。待って、バット入っちゃった。最低ですよね。でも司法試験はその非常に難関でして、たくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。ここはうまくごまかして場を盛り上げる。不本意ですが星野くんを褒めるんです。うん、その価値はこの先何をするかだ。弁護士になれるなんてすごい。どんな過去のことでも素敵。いやでもね、やっぱりね、褒め、盛り上げないといけないんでしょ。やっぱりもうベタに行こう。弁護士になれるなんて、そのすごいですよ。やっぱり普通の人には難しいですもんね。そうですかね。でも沙織さんにそう言われてもあんまり。ちょっと何言うんですか、もう。なんです？ああ、シャンパンですね。やば、はあ、こちらのお客様、シャンパンお願いします。ちょっとさすが弁護士先生、太っ腹。強い沙織さん。いいのかよ、俺もごそになって。いや、俺はいい部下持ったな。え、いや、はい。で、どのシャンパンにすんの？もちろん一番いいやつで。え、マジで？すごい。でもよ、この人数だと一本じゃ足りなくないか？健太先生ですね。じゃあ一番いいのを2本で。うん、ありがとな、星野君。経費じゃないんだ。もうお好きにどうぞ。よし、どんどんやってくれ。本当？ごちそうさまです。最悪だ。最高だ。星野君にとっては最悪だけど、沙織さん最高すぎる。ちょっと星野くんにはかわいそうだけど、いい勉強になったはずです。結果オーライということでしょう。もうこの先生たちには早く帰ってもらいたい。
それでな、聞いてくれよお嬢さん方。ほら今夜は楽しい。お、ちょっと楽しいぞ。なんか見えてるぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。沙織さん、全く同感です。健太先生、とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。朝までいたい。やだ、星野先生も健太先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いや、お金はそんなにはないんだけど、今日はもういいよな。ボス、かっこいい。これでいいんでしょうか？こんなに飲んだら源田事務所が貧乏になりかねないんじゃ。でも売り上げが見込める人と認められなきゃ RK の阿久津と会えないんですもんね。あれれ、沙織さんどうしたんですか？泣かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。そうだぞ沙織くん。うざいな星野くん。君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと健太先生、ダメ。常々思ってたんだ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、そういえば確かになんかちょっと時々ね。まずいですね、ここで変に知り合いだとバレたら私めちゃくちゃ怪しいじゃないですか。不審に思われて RK へ接近する潜入作戦も全部台無しになってしまいます。どうなんでしょう、僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って？ダメだ、酔っ払ってる。やだ、もうどうしたんです二人とも。誰だ？メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか不自然は不自然だよね。おい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 、無能すぎるぞ。どうしよう、ここはうまくやんわりと話題を変えてやり過ごしましょう。あ、でも見たいやつ見よう。あ、源田先生の顎を撫でちゃう。源田先生にスリスリしちゃう。膝に乗っちゃう？これ見たいな。ちょっと乗っちゃうのが一番見たい。私たち不自然だって。星野先生、沙織さん。でも私、自分を抑えるのがうまくできなくって。あ、沙織はいけない子なのかな。星野くん、けしからん。おい、なんかけしからんぞ。これ聞いてんのか二人とも。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました、沙織さんをご指名でございます。めっちゃ来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。やばすぎ。俺は皆様お待ちください、順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいねこれは。ふう、どうやらうまくいったようですね。あとは阿久津から声がかかれば任務完了です。参りました、姉さん。数々の失礼、本当にすみませんでした。リスペクトされとる。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって、全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね、今夜は客が客を呼んでずーっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんとクニコさんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、
ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？お？ああその通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今さっさく表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか？嬉しいです。うわーすごい、本当に出るんですねボーナスって。私もいつかもらえるといいな。うまくいったようです。これで RK 阿久津の居所がつかめますね。それで阿久津さんはどちらにいるんですか？着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろん神室町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。おおおお、沙織さんのキャバクライベント最高、マジで最高。大丈夫だ沙織さん、俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いやもうすぐにそこですから。神室町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。ちょっと怖いね。この方向多分半グレのたまり場に向かってるな。地下にあるクラブ、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。なんかちょっと不安だな。お待ちしてました。見た目普通じゃん。沙織さんですよね？歩けの人し、すごい綺麗。阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。なんか喋り方がちょっと怖い。なるほど、 RK はこんな調子でメンバーや仲間を増やしているんですね。気前のいいボーナスと外面のいい男の子とって稼げるホステスたちを囲い込むわけですか。あ、そういうことね。だから見た目あんな感じなんだ、怖くない人ね。僕が案内しますよ。お願いします。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。なるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね、有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か。でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねの、いくら入ってる、結構熱いね、ボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか。バレてる。城崎先生、どういうことですか？前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。あ、そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。金田だっけ？神室町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た？誰の差し金だ？あ？
どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのが。まずい状況なのは私ではなく、あなた方がです。来た。なんだ、間に合ったね。よう。東も。思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな、三下も。お前が組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが東、お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。てやがみ、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してるのは相馬の方なんだがよ。とりあえず今夜は勢ぞろいだ。てめえらで我慢してる。怪盗が復帰してる。怪盗、てめえまだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めんかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁景気いいの頼むぜ。そうですか、ではお三方やっておしまい。おうや。うなすぎる。すごいね、カイトさん。マジヨシ、ここ、下胸で受けてる。前もね、戦っているけど、今回は逃げないんだよね、アクツ。いいね。うわぁ。金だとアクツが。めっちゃドリンク落ちてる。もう逃げらんねえぞ、阿久津。これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ。
あいつはどこに隠れてる。知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜か。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この国は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがって。どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのにあいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が利くのは間違いねえ。登場会が先細ってる間あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで裏からそれを操るのは相馬。 RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？公安そのものって。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのをエースを作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして公安は自分らのエースにする。確かに公安はスパイを使う情報機関だ。それより相馬が公安そのものっていうのもなんだ。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身が
スパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。すると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき登場会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。登場会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は登場会の解散を見越して動けたわけか。ねえ。そして組を抜けたあいつがやったのは、登場会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだった。なるほど。ってのはどうだ？その手の奴らを公安で把握、監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元登場会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織は散り散りになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたら、どうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより、把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうって、ズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入？おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。ん？何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。それが本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだったんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。自分自身殺されて。なしってね、もうね、阿久津はそういうことだね。わー、なんか今日もすごい大どんでん返しで、アンケート、今のところ気になる今作からの登場人物はっていうことでアンケート取ったんですけど、今2000票以上ね、投票していただいてどうもありがとうございます。その中で一番ね多かったのは、まあ、やっぱ相馬だったね。ちょうどこのストーリーが始まる、あ、相馬だよね。相馬が 38%、 桑名が 30%、 渡辺刑事が 24%、 江原が 5% ということで、今回ちょうどこの章にぴったりのアンケート結果になったんですけど、まさか潜入捜査官だったんだね相馬は。いやー、めちゃくちゃ練られたシナリオで、これから先もきっと驚き、また驚かせてくれるところが出てくんじゃないかなと思うんだけど、今回のチャプターは私の大好きなこの沙織さんのキャバクラのねシーンが入ってて、しかも星野くんと源田先生まで絡んでめっちゃ楽しかったな。それだけじゃなくて、まさか、まあ、楠本玲子の件、もうね、国のまあ、年金問題なんかも出てきて、まあ、大きな話になってきましたが、楠本玲子はこの先自首することを選んで連絡をくれるんだろうか、その辺も、まあ、どうなるのかすごく気になるね。ちょっとまた明日も配信していこうかなと思いますが、明日はもうちょっと早めに配信するかもしれない。ちょっと予定の方はまだ未定なんですけど、よければチャンネル登録、そして今の展開びっくりしたな、沙織さんのキャバ嬢姿最高だったなっていう、星野くんの出れ方最高だったなっていう方はぜひグッドボタン押しといてください。
最後にバイニャンじゃんけんいくよ。バイニャンじゃんけんじゃんけんグー。ではまた次の配信、また次の動画でお会いしましょう。じゃあちょっとまた寝る前に、そうだね、お金を集めたりとか、ユースドラマのロボットのね素材を集めたりとかっていう作業を少しだけミルダムの方でしようと思うので、その枠もし時間がある方はそっちも雑談しながらやるので覗きに来てください。ではアーカイブで見てくれた方もどうもありがとうございます。コメントもねゆっくり見ています。どうもありがとうございます。ということでまた次回お楽しみに。ゆうなでした。バイニャン。